両前山 RTA、ハッチ、マーリ、マス。無理せんでいいから。早速スタートと行きたいところですが、登山口付近に駐車場はないので、サメ海洋村上から60分歩きます。道内。ここが登山口ですね。もう45分歩いたんか。もう、それっぽい満足感が出ています。じゃあスタートやな。前にいる人らは、バイトの知り合いな。協力はしないので、今回のレギュレーションに問題はないと思います。で、RTA とかレギュレーションとかなんやねん。RTA はタイムアタック。ここでは山を登る時間を競うことになります。そしてレギュレーションは、ルールみたいなものですね。計測区間は、霊山山登山口タッチから山頂の石碑に触れるまで、途中、車や人との協力は禁止です。ポケモン GO の使用は自由です。なぜにポケモン GO？ あ、いや、なんかポケモン GO 雷を明記するのが慣習みたいで。で、RTA するにあたって先駆者様がいたのですが、レギュレーションがよくわからなかったので、自分で決めることにしました。いろんな意味で大丈夫かこの動画。登山を楽しむのが趣旨なので、タイムやルールに多少幅があっても問題ないと思います。誤差だよ誤差。なんか小屋が見えてきたで。何の小屋なんですかね。金谷はキャンプ場が併設された唯一の有人小屋です。せっかくなので金谷について詳しく。風景から小屋での宿泊もやってます。ただその他一切のことは分かりません。ちゃんと調べろや。確かに看板とかはまだ新しいですが、人がおる気配は全くせんな。まあ冬ですからね。そして霊山山という名前ですが、霊山という日本唯一の山蔵法師が狙いみたいです。山蔵法師って日本にもいたんか。私も初耳です。標高は 1094m、富士山の3割ほどの高さで比較的なだらか、登山初心者にも人気の山となっています。確かに程よい山道で歩きがいもあります。さすが王さんいいチョイスや。てか王をついていけるか？やっぱり殿方は速いです。まあ普段運動してなかったらな。ほら距離空いてきたで。登山のペースは人それぞれなので、無理に合わせず追い抜いたり追い抜かれたりしましょう。まあここはさっと抜かなな。ちょっと休憩しませんか？開けてるところあったからここで休憩やな。でオンオングラつきすぎやろ。バテて顎が上がってるのが完全にバレますねこれ。葉っぱもなくなってきたな。なんかありました。いや王さんがこけたから。上級者の人でもこけるんだから油断したらダメですね。ずっと晴れてたから滑りにくいはずやけどな。大丈夫か？大丈夫です。いつものことですから。ああもう泣くなや。ここからは標高が高くなって傾斜もきつくなります。開けて雰囲気も変わったよな。落ち葉が一気になくなりましたね。うわかなりきついでこれ。地面もサラサラの砂で滑りそうやし。あの初心者用の山って聞いてたのですが、初級の上くらいなんちゃうかな。多分普通のスニーカーだったボンスケさんはかなり滑ってます。私らはまだ登山寄りの靴やからマシやけども、ここぐらいから大丈夫かな。あれ越えたら急に傾斜も減ったな。もうそろそろ到着ですかね。左に山頂って書いてあるけども、おう。でもあの丘を登ればゴールですよね。いえ割とあります。何言ってるの。まあけどかなり歩きやすいし、琵琶湖が見えるぐらい景色も良くなったよな。確かに普段こんな景色見れないので歩くのも楽しくなりますね。映像の左下に見える鳥居が大人が池です。で空ばっか映ってるしさ、カメラも上に連れたのかな。奥にある水たまりみたいなのが大人が池なんか。今にも干からびそうですけどね。冬で雨量が少なかったせいか、確かに水量が少ないですね。ネットで調べるとたくさん水が張ってあります。暖かい季節の方が景色も良さそうですね。ただ夏場になると山ビルという昼が出てくるので注意です。え、昼って日本にもいるんか。ジャングルとか熱帯地域にしかいないものだと思っていました。昼の対策は長袖長ズボンに厚手の靴下、そして靴下をズボンの中に入れます。もっと念入りにするなら足元に食塩水を吹きかけたり、塩漬けにしたタオルを首に巻くなどします。塩漬けタオルってあんまり巻きたくないな。まあ昼よけスプレーが売ってるのでそれでいいかもしれませんね。噛まれた時の対策はどうすればいいんですかね。噛まれた時も昼よけスプレーや塩をかけてください。用意していない時は無理やり剥がしても OK です。昼に噛みつかれたら火をつけた葉巻を押し付けてみなさい。でもゲームで聞いたんですがこれは効果はありますが、やけどには注意しましょうね。でまだなんですか。なんだかんだ30分ぐらい歩いてるしな。風めちゃくちゃ強いし2時間以上歩いてるしでお腹が空いてきました。あーそれはわかるわ。あ、人集まってるし頂上来たんちゃう。確かに見晴らした空の景色ともにそれっぽい雰囲気が。あの、ここが頂上なんですか。いや、9合目やね。じゃあ頂上はどこに。多分。あれって下ってまた別の山登ってない。一応地図では10分って書いてますが、
10分では着きませんね。あれマジか。まあもうエネルギーが残ってないので行動食を。オンオンカップラーメン作ってくれたで。いただきます。うまー。ずっと寒い中歩いてたので温かいラーメンが染みます。さて食べ終わったし帰りますか。せやな。と今思うとグダグダというか、これだから私ってダメなんだろうなって思います。まあ登山は楽しく安全に帰還するのが一番やから。ではリタイアした感想をどうぞ。リタイアこそしましたが、まあペース自体はそれなりに良かったかなと。絶対前の二人が引っ張ってくれたおかげやけどな。あとは次回以降無理のない範囲で感想を目指したいですね。というわけで次も頑張るから応援してな。